お姉ちゃんが2週間前から、はい、1回2週間前ってさ、この間私が見た時もおかしかったの？いや、あの毛がなんとなくこう薄いかな、左目、薄いかなって感じ、本当だ、ここまでじゃなかったんですけど、ちょっとあの時も私目見てるよね、何も言わなかったね。で、そこまでじゃなかったんです。で、アイリングも綺麗で、本当だ。何歳だったマメさんって？5歳4ヶ月。食欲とかはちゃんとあります？食欲もあって、元気もあって。マメちゃんちょっと今月最初かな、ちょっと待って、どうやって行こうか、飛んでいかないでね。はいはい、この間が23、はい、21歳ですね。ちょっと身体検査してからね、目よく見ていますね。目が明らかにおかしいな。で、本人さ、足でさ、目こうやってカリカリってやってます。あ、たまに。しょっちゅうではないんですけど、たまにこうやって。はい、ご飯は、まあ、この時間帯はかもしれない。でも入ってないですよ。この間も入ってなかったですよね。この子、はい、この子は一番小食で。餌巻いてあるんですよね。まあ、ちょっと餌、網の上に餌巻いてある。暴れちゃうと餌が下に行っちゃう。目気にするって言って知ってない。あ、お願いします。あ、この子じゃ、この子もした方がいい。この子もじゃお願いします。はい、どうですかね。目ね、かなりね、うん、目のもう眼瞼ね、アイリングのとこ眼瞼って言うんだけど、そこがすごい炎症を起こしてます。だから目薬をしてほしい。わかりました。まずはもしかしたら、うん、あのコメちゃん、赤いリングの子、コメちゃんともちょっと最近喧嘩をするんですけど、喧嘩した？キシューって言ってつつけ合ってるっていうか、まあ、あのこの子はこの子だけにしていただいた方が、じゃあもう3は別々がいいですね、うん、今コメちゃんだけ。あ、本当？じゃあごめんなさい、この子はこの子だけにしないとさ。わかりました、うん。結構さ、鳥って残酷でさ、ちょっと弱ってるとさ、いじめる子いるんですよ。そうです。そう、鳥さん、鳩もそうなんですけどね、はい、平和のシンボルだけど、シンボルだけど結構ね、残酷なとこあるんですよね。わかりました。でね、私今2種類刺しますけど、とりあえずもう1種類、このお風呂キサシンで抗生剤飲み薬、はい、で、こちらでね、こっちも刺しておきましょう、はい、こっちもなるとこもあるから、だからいい方を1滴刺して、はい、悪い方にも1滴、はい、わかりました。それで1滴だと溢れちゃうからさ、はい、拭いてもらうんだけど、拭くときはいい方からね、それで悪い方もちょっと、はい、見えてますね。はい、で、それだけだね、とりあえずね、ちょっとあとお話を。はい、じゃあ、よし。ごめんね、飛んでないんでね。あ、そっか、締め切るんだったね。ごめん、締め切る。喋っちゃうとすぐ出てしまう。すみません。忙しいですよね、もう朝から。すいませんね、本当に。はい、あ、クイックストップ用意してるから。噛まないの？あれ噛むね。クイックストップは一番最初に。そうですね、あとはもうちょっと娘が。あ、切れ、いいんですか、私切って。はい、あの、お願いします。じゃあ切りますよ。この先端と赤いところの真ん中くらいで切っておきますからね。はい、分かりました。あんまり血管に近いところで切ると出血しちゃうんでね。でも最悪出血したらすぐ止めます。はい、で、お家でやるときも出血したら困るから、あの止血剤としてね。そうです。あ、よくご存知ですね。そうそう、味の素を粉にしたやつをね、用意しておいて、そうですか、ね。人間も使いますからね。はい、もしもの時は、はい、そんなことがあっちゃ困るけど。
ごまちゃんなんですけど、うん、ごまちゃんどうです？足はもう、はい、だんだんに握力でできてる感じですかね。じゃあ、で足もすごい綺麗です。あと伸びとかもするんですけど、はい、やっぱりポチョンってするのがもうすごく増えて、ポチョンってするのが増えた、包丁してもすぐにポチョン、あれちょっと待ってくださいね。ちょっとこの子終わったらごまちゃんの顔で一回確認させてくださいね。で爪切りね。はい、じゃあこの子戻しますね。はい、じゃあ出血はしませんでしたね。よかった。でこんな感じで 切りましたからね。もう一回刺しとこう、こっちだけ。でね、目薬ね、3回以上してほしい。1日3回、はい、で右目は別に予防だから3回刺したらもうそれに止めてもらっていいんだけど、左目の方はね、3回以上見せば刺すように聞きます。分かりました。左目はね、かなりだけどさ、はい、腫れてますね。あの、明らかにおかしいと思って気づいたのは金曜日、うん、それこそあのごまちゃん見ていただいて、うん、帰ってから昼ぐらいだったので、なんかこの子ね、おかしいなって感じになって、うん、でもうちょっと明らかにもうその時からこう 目立つようにこう目がこう出てきたような感じになってきて、止めるわけにいかんもんね、こうやって書いてるんだよね。そこが難しいところなんだけど、やれば余計さ、うん、なっちゃうから。で、ごまちゃんね、ごまちゃんに行ってみようか。お尻スタート。